喧嘩してる人を仲裁するコツ。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。喧嘩している人を仲裁するコツってあるんですかっていう質問ですね。実際こういう場面っていうのは精神科だといろいろあったりするんですね。患者さん同士喧嘩したりするようなこともあるし、よくあるのが家族と患者さんがその外来の場面で喧嘩し始めたりとか、そういうことっていうのはあります。ダメなパターンっていうのは理屈で言っちゃうパターンですね。君の言ってることはこうで、君の言ってることはこうだからこうだみたいな。喧嘩っていうのはもう感情モードに入ってますので、理屈で入ってもですね、まずうまくいかないし、屁理屈をお互いに言い合って余計ひどくなるというパターンに入るので、理屈で説得するパターンっていうのはうまくいかない方が多いです。私がやるパターンはですね、簡単ですね。そこに割って入った時に少しゆっくりめで話すということです。普段よりも少しゆっくりめに話して、どうしてそんなこと起こってるの君たちみたいな感じでゆっくり話しかけるってことですね。でも怒ってる人って早口なんで、なんて言ったらバカだ、なんとかなんかだって言うじゃん。そこで開けないで、うん、それでどうして喧嘩してるのみたいな感じでゆっくり話しかけていくということですね。それをしていくとですね、人間って感情伝染って言ってですね、感情が伝染するんですよね。逆に言うと、てめえバカ野郎って言われたら腹立つじゃないですか。それも感情伝染なんですけども、怒ってる人同士に入っていくと怒りモードでこっちが引っ張られるんですけど、それをフィックスして、こちらは落ち着いた気持ちを動かさないようにして、一番分かりやすいのは話すスピードをコントロールするってことなんです。話すスピードだと意識すると簡単にコントロールできますから、早くなるとアドレナリンモードに入っちゃうんですよ。怒りのモードに引っ張られるんですよ。でもゆっくり話している限り、いわゆるあの戦場カメラマンの人がゆっくり話しているという、まあそこまでゆっくりじゃなくてもいいんですが、ああいうイメージでゆっくり話を聞くようにすると、相手の人はもうそっちのゆっくりペースに引き込まれてくるんですね。今度ね、スローのペースと早口のペースで綱引きをするんで、こっちがゆっくり喋り続けている限り、徐々に相手はゆっくりのペースに入ってきてクールダウンしてかざるを得ないですね。だからまあ今の喧嘩の仲裁じゃなくて、怒ってる人を鎮める方法として全く同じなんですけども、そこに入ってわーってやっちゃうと余計ひどくなるので、こちらは気分をクールな状態で相手に引っ張られないように注意しながら、ゆっくりと話しかけて、うん、それでどうしたの、うん、そういうことか、うん、それでどう思ってるのっていうことをゆっくりした口調で話しているだけでですね、とりあえず一番ピークの状態からは下がってきますから、そうなってくるとさっき言ったように、もうちょっとこう理屈や理論でですね、説得しても効く状態になっていくということですね。まあ、感情の綱引きとも言いますけども、こういうふうに怒っている人と接するとですね、腹が立ってくるんですよ。間違いなく引っ張られるんですよね。そうならないように注意するってことが一番重要で、逆に仲裁に入った人が余計なんか火に油を注ぐようなことってあるじゃないですか。それっていうのはまさにその感情綱引きで負けちゃってる状態なので、ゆっくりした口調で話しかけるというこの単純な手法でございますが、かなり効果はありますので、ぜひ使ってみてください。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。